紀伊新城駅は、和歌山県田辺市新城町にある、西日本旅客鉄道規制本線の駅である。相対式ホーム2面2線で、交換可能の地上駅。古くからの木造駅舎があるが、紀伊田鍋駅管理の無人駅である。駅舎は、紀伊田鍋方面行きホーム側にあり、反対側の新宮方面行きホームへは、古戦橋で連絡している。この古戦橋は線路をまたいだ反対側にも、 つながっており、そちら側からも、駅への出入りが可能となっている。2021年3月13日より愛国家が、利用可能になる。近年の1日平均乗車人員は、以下の通り。ABCD 曽根悟る、週刊歴史で巡る、鉄道全路線国鉄、JR25 号規制本線、山宮線、名称線、朝日新聞出版分冊百科編集部。 朝日新聞出版、週刊朝日百科、2010年1月10日、19から21ページ。日本国有鉄道工事 S60.3、12口181、2021年春ダイヤ改正について、西日本旅客鉄道和歌山支社、オリジナルの2020年12月18日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20201218081506/https:www.westjr.co.jp/press/article/items/20121800 は、かやま、pdf2020 年12月22日閲覧。 和歌山県統計年間及び和歌山県公共交通機関投資領収、ありがとうございます。